カルキノスとはギリシャ語でカニを意味します。その名を背負った一匹のカニがとある大英雄に挑みました。しかしその結果はあまりにも無慈悲で、あっけないものとなってしまったのです。ギリシャ神話に登場する大英雄ヘラクレス、彼は神の父ゼウスとアルクメーネーの間に生まれました。成長とともに超人的な力を発揮していくヘラクレスでしたが、ある日女神ヘラに狂気を吹き込まれたことで我が子を殺めてしまいます。その罪を清めるため彼は12の試練に挑んでいくのです。12の試練とは、ネメアの獅子、レルネーの水地、ケリュネイアの鹿、エルマントスのイノシシ、アウゲイアスの家畜小屋、スティムパリデスの鳥、クレタのお牛、ディオメデスの海馬、アマゾンの女王の幼体、ゲリオンの牛、ヘスペリデスの黄金のリンゴ、冥界の番犬ケルベロス。その2つ目の試練、レルネーの水地に登場するのがカルキノスです。9つの頭を持つ水地ヒュドラの討伐にやってきたヘラクレス。そんな2人の戦いの中、友のヒュドラを助けようとヘラクレスの足に切りかかったカルキノスでしたが、その勇気も虚しくあっさりと踏みつぶされてしまい、最終的にはヒュドラもヘラクレスによって倒されてしまいます。その戦いを見ていた女神ヘラの憐れみにより、カルキノスは天に上げられカニ座となったとされています。また一説によると、カルキノスはヘラの放った刺客だったともされています。嫉妬心の強い彼女は愛人の子であるヘラクレスを幾度となく陥れようと画策しており、カルキノスもその一手だったのです。カニ座として天に上げられたのは憐れみの気持ちだけではなく、食材の意味もあったのかもしれません。行動十二星座の一つ、カニ座キャンサー、主星は 4.3 等級のアクベンス、最も明るい星のアルタルフでさえも 3.5 等級という全体的に暗めの星座のため、見つけるのは難しいかもしれません。そんな時はカニの甲羅を目印にしてみてください。中央のあたりにぼんやりと霧のようなものが肉眼でも確認できるはずです。プレセペ星団と呼ばれる数百もの星の集まり、そこを起点に周りの星を眺めればおのずと浮かび上がってくるでしょう。カニ座生まれは愛情深く献身的で、困っている人を放っておけない人が多いと言われます。それは友を思い勇敢に立ち向かったカルキノスの姿によるものでしょう。友思いの象徴として語られる彼は、僕たちを見守りながら今何を思うのでしょうか。 Thank you.